スズキ。さてさて、前回まではヒトラーが軍人に入ってから、入るまでかの話を聞いたんですけども、じゃあ今回はその続きをお話しいただければと思います。はい。そうですね。で、まあさっき言ったみたいに、あの世界大戦自体は終わってしまうんですよ、負けたことによって。はい。で、ヒトラーはね、この時あの負傷してて、失明、一瞬失明したんです、毒ガスで。え、目が見えなくなった。うん。何週間か目が見えなくなって、療養してて。はい。まあ、それで復帰した後だったか復帰する途中だったかになんかもう戦争終わっちゃうんですよね。でヒトラーそれにすげえ切れるんですよ、また。それ何に対して切れるんですか？その、まあ、後々ヒトラーはこの戦争が負けたのは全てユダヤ人のせいだっていう話をしてるんだけど、はいはいはい、その戦争に負けてしまうというその事実に対しても怒ってるし、不甲斐なさか、国としての、はい、不平等な、まあ、その莫大な賠償金を課せてくる、はい、その戦勝国に対しても怒っているし、もっと言うとその新しくできたワイマール共和国という、うん、その政府ですよね、うん、新しいドイツがあまりにも不甲斐ないので、うん、要はそういう不平等条約を結ばされてそれに対して文句も言わない、うん、で、あの本当に凄まじい状況になっていくんで、この後詳しく話しますけど、ドイツが本当に凄まじい状況に突入していく中で何もできないっていうことに対してヒトラーものすごく怒るんですけどね。なんかあれですね、うん、個人としての感情ではないですよね。なんか国、そうですね、国の主語が国になってますね、うん、国になってますね。彼はやっぱり国と自分をすごく同一していくので、まあ、あの全体主義って言われるんですけど、ナチスとかのファシズムって全体主義ってそういう感覚ですもんね。国と個人がないから、国のために全て奉仕しなければいけないという考え方なので、あの資本主義の逆ですよね。資本主義はもう少し自由にそれぞれが私有財産を認めてみたいな感じですけど、それと逆です。で、そうで、ドイツがね、もう本当にひどい状況になっていくわけ、この、あの戦争に負けて。まず、まあ、いろんなこと起こるんですけど、まあ、失業者が大量に出てきますね。まあね、600万人だったっけ、そう確か。不況か、600万人じゃないか、不況になるし、まあ、その後その世界恐慌とかいろんなものがくっついていろんなこと起こるんだけど、あ、まあ、起こったことだけを説明すると、パンとかが1兆円とかになるんですよ。もう一回言ってください。インフレしすぎて、ハイパーインフレ、ハイパー、ほんとハイパーインフレ起こって、ジンバブエどころじゃないやん。そう、あのマジで1兆円だったか1億円だったか忘れたけど、マジでそんなんなんですよ。でそうなるってどういうことかって言ったら、今まで貯めてた貯金とかが0円、紙くず同様だねってなるじゃないですか。あと政府にもらってる年金とかももう意味ないですよね、額が決まってるから。経済システムが崩壊、そう、崩壊するんで、もう自殺者とかが大量に出てくるんですよ。失業する、自殺者が出る、で賠償金が莫大でまだ払えてない、でこれからずっとこの状況が続く、で希望が失われていきますよね。でしかも若者がたくさん死んでるわけです。自分のだから子供、その当時子供だった人ってこの後ナチスに入っていくんだけど、第一次世界大戦が終戦直後の子供の人たちの経験って、お父さんは戦場で死にます、でその戦争やってる間この人たちはすごく貧乏になっていって、戦争中もですよ、負けてない時も栄養失調の人が3割とかになるんですよ。それぐらいご飯も食べれません、自分が子供の頃で。いざ戦争が終わったと思ったら負けてしまってます。で莫大な賠償金をかけせられて、まともに仕事もできません。で自分が大人になっても就職もできませんっていう人生を歩まされてるんです。この人たちがナチスになっていくんですよ。本当に この怒りが全てナチスの中で消化されていくんです。世の中に対してのこの怒りがね。あ、いやちょっと俺オープニングで明るくいきましょうって言いましたけど、無事ですね。でしょ。明るく聞くのこれ。かわいそうです。いやこれは結構、いやでもちなみにね、この後もっと暗くなるからね。これは序の口だから。あ、そうっすか。いやでもこれちょっと頑張って聞きましょう。はい。ほんでもね。まあでもそんな状況が起きて。でその時に、まあヒトラーは軍隊に実は終戦後も残ろうとするんです。基本的に軍隊解散されるんだけど、一部残るんですよね。ゼロにはなんないじゃないですか、軍人って。で一部残るんだけど、なんで彼が残ったかっていうと、戻っても仕事がないからです、辞めても。いやっていうのと、あとあれもあったんかな、こう唯一認められた職場っていうのもあったんかもしれないですね。まあもうどうしようもないんで、なるべく彼は軍隊に残ろうとして残るんですけど、この選択が彼を政治家にしていくんです、この後。この時に辞めて戦争から戻った時の上司がヒトラーの
弁舌の才能を見出すんです。スピーチですね。だから喋る才能はあったん、こいつ喋ったらすげえぞってなったんですよ。おで彼が何 の, しょあの役割を任せられたかっていうと、うん、兵隊にナショナリズムを叩き込むっていう先生として軍隊の中でのそういう教師みたいな教育将校としての役割を実はこの人は終戦後に担わせられるんですよ。まさにヒトラー。それがねめちゃくちゃハマるんですよこの彼に。もうそこで才能がバッて開花します。そう爆発するんです。才能が爆発するわけこれで。すげえな。この時にの彼のその言ってたことっていうのは、うん、まあ、あの 晩年というかこの後の演説とか今みんなもね動画で見れるから見てみてほしいんだけど、その時と言ってることと、うん、まあ、あの完全に一致してはないけど、まあ、そこそこ似てることちゃんと言ってて、やっぱりその今のこの何こう戦争に負けたこの不甲斐なさであるとか、おいおい敵は誰かっていう話とか、あのなんで僕たちこんな状況になってて、これは誰のせいで誰を攻撃すべきかみたいな話をもうこの時からちょっとずつやっぱりし始めてるんですよね。怒りながらね、めっちゃキレてるんですから演説する時って、あのもうみんな見てほしいけどすごいよエネルギー。はあ、だからそれもやっぱ思い込み力も相当あったんでしょうね。だからさっきの時代背景僕は言いましたよね、ドイツの若者たちがどういう環境で育てられることを強要されたかっていう、ああいう人たちにヒトラーみたいな演説を聞かせたらどうなるかを想像してみてほしい。ナチスできるよやっぱ。確かにな、希望も何もないところに虐げられている中で、でもこの怒りをどこにぶつけていいか分からない、ぶつける先さえなかったんよ。でそれをぶつける先を示してくれた人がヒトラーで、その気持ちを代弁してくれて、自分たちが本当はその優れた民族だっていうことを彼はずっと言ってくれるわけ、でこれが誰のせいかっていうのを言って、でそいつでベルサイユ条約、その不平等な条約だからそんなものは守らなくていい、無視しようって言うわけヒトラーは。したらうわーってなるじゃないですか。そうだそうだってなるわけですよ。なるほどな。そこから出てくるよね。なんか彼氏に振られた女の子にってことですよね。なんか弱ってる時に「いや俺だけは味方やから」っつって「うちおいで」っていう感覚っすよね。そう、それの怒ってるバージョン。乾いたところにギュッてこうエネルギーを入れ込んで、やっぱまあ言い方、単語が合ってるかどうか分かんないですけど、まあ洗脳というかをしていくってことですよね。でまあヒトラー自身がだからそうなんていうの、それを意図的にやってるわけじゃなくて、ナチュラルにそれができる人で本当に正しいと思い込んでるから多分できる。もう彼のね、人生を通して の, その特徴は私利私欲のなさですね。もうマジで国家のために動いてる。だからユダヤ人を殺戮してるやつもあれも国家のためにやってるんです。楽しんでやってるわけじゃないんです。わけじゃないんですね。義務感でやってる。義務感で人殺してる。だからやばいよ。結構面白いのはヒトラーってすごい後で権力握るじゃないですか。はい、今までの歴史の人物でやっぱ権力握るとやっぱり自分の私利私欲のために金とか使ったりとかするんですよね。それ全くないです。だって女も囲ってないし、金持ちの彼は首相になった時に、あの給料ももらってないんですよ。マインカンプの印税だけで生きてるんで。お金に対する執着も物に対する執着もほとんどないわけ。彼の幹部のゲイリングとかめちゃくちゃ宝物集めたりしてんだけど、彼はそういうのもあんまりしてないんですよ。私利私欲がない。もう政治だけ彼の人生は。すごいよ。ドイツのためにみたいな感じ。そう聞くと、いやなんかやっぱこうおそらく一般的には超悪者扱いだと思うんですけど、悪者かどうかが今ちょっとわからないでしょ。だから彼は本当に彼の中の正義は貫いてるんです。でその戦争中もね、なんか負けるみたいなことネガティブなこと言ってるやつがいたら、負けるわけねえだろってすぐ切れたりとか、現実直視ができないよねだから。いやでもそれもなんかこう正義感から来てるわけ。後々どう捉えるかであって、例えばじゃあ甲子園目指して頑張ってる野球部に俺たちダメだって言ったら先生は知ったり激励するじゃないですか。お前だぜっつって、結局それで結果出したら、そう知ったり激励がプラスに働いたってことなんで、だからなんかこういやちょっと今何が正しいかが分からなくなりますよね。善悪のなんかあれがちょっとガランと崩れた感じがしますね。まあそれでですね、まあそういう状況の中でヒトラーが教育将校としてその才能を開花させていくんですよね。
で、まあ、彼がそのナショナリズムについて語るわけです。その、うんうんうん、要は国粋主義の的なことを言うんだよね、いろいろ。彼が持ってた事業とか、あの授業があって、その授業の中で兵隊を教育するという、はい、でそこでこう彼が普段から思ってることを喋る、はい、だから楽しいわけ、はい、自分も楽しいわけ、はい、でそこにね、あの同列の教師としていろんな教授がいるんですよ、はい、でこの教授たち、このまあいわゆる右派的な考え方を持っている教授たちですよね、うん、この人たちの考えを吸収していくんですよ、うん、この時ヒトラーは、うんうん、これが、マインカンプの中に書いてある思想の根幹になっていきます、うん、だからこの時に彼は自分の、まあ、最後死ぬまでの理論をほぼ多分確立したんじゃないかっていうふうに言われてる、うん、この時に。それもさっきの話で言うと自分の考えっていうよりは、うん、そうそう、人の考え、人の考えをバーってこう吸収していくんですね。吸収していく。だからそれまでいろんな説も持ってたんだけど、彼もあのもうそこでこう集約されていくんですよ。どん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 。で、これいつ説明しようかなと思ってたけど、彼のその考えがまずどんな考えがあるかっていう。あ、聞きたい。ね、聞きたい。あるんですけど、まずとても特徴的なのが。ドイツ民族、はい、アーリア人種に対する信仰、はいはい、まあね、あのね、ものすごく特徴的なのがナチスの、はいはい、あとはヒトラーの人種差別なんですよ。なるほど。人種的差別、これは、うんうん、血に対する差別だから、人の能力がどう、はい、とかではなくて、生まれつきこいつは生きるに値する人間、生まれつきこの人たちは生きるに値しない人間っていう判別の仕方をする。これは当時その優生学っていう学問が実はあって、あの人間には優劣があると、この優劣は遺伝子によって決まっているっていうのが学問的に勃興してきてしまってたんですね。なるほど。でそれを彼らはアカデミック領域から取り入れちゃったんで、理論武装されてるんですよ。なるほど。当時それにだから理論的に反論するっていうことは結構しづらかったし、できなかったわけです。だからすごくアカデミックな文脈で、あのヒトラーはユダヤ人を差別するんです、はい、これがまたねブーストしていくんよね、うん、なるほど。もう根拠があってしまうから、そう、彼がね仮にその組織であるとか、それから人の教育であるとか、例えばユダヤ人の教育が良くないとか言ってる場合は絶滅させる必要がないんですよ、はい、ユダヤ人を、彼ユダヤ人をヨーロッパから追放ないしは絶滅させようとしたんで、それをする必要がないですよね、教育変えればいいから。でもなぜ殺すに至ったかっていう直接的な理由は、人種、つまり血が、ユダヤ人という血がダメだから、彼の中で。だから殺すってなった。彼らに何を施しても絶対に無理だから、追放するしかない、でも追放するっていうのには限界がある、だから殺すってなったのがホロコーストなんですよ。まあでもこれな、もういやいや、もう今の感覚だと絶対間違ってると思うんですよね、僕は。今の感覚だとね。今の感覚だと、でもだいぶまあ引いてた人は結構いました。いましたよ。めちゃくちゃいました。だからそれに賛同してる人は当時ね、本当一番最初1割から3割ぐらいしかいなかったんです。それが主要なあの意見になっていくんですよ。どん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 。みんなおかしいと思ってたんですよ。さすがに。だってユダヤ人普通に生きてるから、はい、周りで、で友達の人もでユダヤ人だっている人もたくさんいるわけだし、親戚の一部がユダヤ人ですっていう人もいっぱいいるわけですよ、はい、そこを絶滅しようって言ったら、そう、いやまあユダヤ人はそれはちょっと差別してもいいかもしれんけど、絶滅まではっていう人は結構いましたね、うん、普通の感覚じゃない、これちょっと行き過ぎじゃないっていう、やっぱ空気はやっぱだいぶありましたからね。そうだから結構ファンタジーなんですよ、ファンタジックなんですよね。で、まあ、多分完璧主義者っていうのもあるんかなっていう感じがしますね、うんうんうん、まあ、あとは従来もともとそのユダヤ民族に対する差別ってヨーロッパ中で行われてるので、これちょっとまた後の回で詳しく説明しますけど、その反ユダヤ主義的な思想と、あとはその優生学っていうやつ、これしかもその反ユダヤが要は遺伝子によって決められているという考え方、あとはもう一つね、社会ダーウィニズムっていう考え方があるんだけど、これ全部だからアカデミック領域から来てんだよね、本当にそれが立ち悪いと思ってるんだけど俺は。社会ダーウィニズムっていうのは、社会っていうのは発達段階がありますと、だから優れた社会と優れてない要は未発達の社会がありますという考え方です。これは植民地支配をする時のヨーロッパが持ってた考え方で、例えばアフリカの民族とか、我々日本人に対してもそう思ってたと思うんだけど、
アジアっていうのは進んでないと社会として、うんうんうん、だから僕たちがその植民地にして発達させてあげるっていう考え方、うん、上下関係があるんですね。そうです、で今はそれは社会人類学の領域の中では、まあ、否定されてるんですよね、うんうんうん、それぞれがそれぞれの発達をしているっていう考え方になってるんだけど、当時これが主流だったんですよ。めっちゃ主流だったわけこれ、うんうんうん、で、その社会ダーウィニズムっていう考え方が彼 の, その侵略していって、そこをそのなんていうか植民地化していくっていうことを正当化していくっていう考え方につながっていきます、うん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 、まああとはね、さっきのその優生学とかの中でスラブ民族も差別してるんですよね。スラブ、ロシア人です。でスラブ民族もこれはその劣っていると、劣ったスラブ民族を奴隷にして、そっち側にを植民地にするっていう考え方をヒトラーは持ってます。だからロシアの方にこう領土を広げていって、そこにドイツ民族を住まわせて、でスラブ民族は奴隷みたいな、そういう考え方を持ってる。とんでもないけどね、今聞いたら。とんでもないけど、うん、当時はね普通に大真面目にみんなで思ってた人たちがいるし、実は今でもあるんだよ。ユダヤ人のやつとかさ、今でもイルミナティとか言って、イルミナティが実は世界を牛耳ってるっていうことを言ってる人いるじゃないですか。で僕は別にそれをなんかオプションとして想定することは悪くないと思います。ありえるかもしれないので、ただ根拠がないですよね。まあまあ僕は分からないですね。その根拠を見出すことができない。でもその見出すことができないのにもかかわらず強く信じてる人たちがいるじゃないですか。都市伝説レベルのことをね。そう、絶対そうだって言ってる人たちいるでしょうよ。あんな感じ。この時もそうだったもん。ユダヤ人が世界を牛耳ってて、ユダヤ人が戦争を起こした、でユダヤ人のせいでドイツはしかも負けた、負けるように持ってったんだ、でその賠償金がでかいのもユダヤ人がそうしたんだって言ってる人たちがいたわけです。それがヒトラーです。その一派がヒトラー。今でもあるんよ、だから普通に。なんかもうそこまでいくと宗教かそうじゃないかの境目が分かんないですね。分かんないし、生きてる間って結構分かりづらいわけ。そのだからさっきのイルミナティの例で言ったら分かりやすいと思う。イルミナティの例を聞いたらそんなにおかしくないって思う人もたくさんいると思います。そう、自然説として聞いたらね。鍵はそこに根拠がちゃんとあるかどうかですよ。だからそれらしい根拠だよね。根拠がもうないのに信じるなってこと。そういうことしちゃうとこういうなんか突出の仕方するよね。信じたいから信じてるわけよ結局。いやでもちょっと難しいっすよ、根拠を全てに求めるのって。まあ求めるのはむずいね。これは難しい。例えば今だったらスタートアップ界隈で言うと、例えばじゃあホリエモンとか、例えば箕輪さんとか西野さんとかってもうほぼ宗教レベルでこうすげえすげえあれが正しいって言われてるじゃないですか。そうですね。でもこれに未来はこうって示してることに対して根拠を求めるって相当難しい。まあ未来というかそうね、ただ陰謀説とかの話ね。まあまあ今の話は、まあまあ、そう、はい、だから世界は本当はこうなんじゃないかっていう説を持つことはいいと思います。ただそれを根拠ない状態で熱烈に支持しすぎると暴走するよっていう話。でもそれでも例えばじゃあ原発の話はあるじゃないですか。原発の話って科学的にはこっちが正しい、いやいや科学的にあれは正しいって言われてるけどこっちが正しいって、なんかこうそれっぽい科学なんか数字ですら僕結構信じられなくなって確かにもう分からないんですよ。だから僕は完全に信じるってことをやめるっていう選択肢を今取ってるんですけど、僕もそうなんですよね。だからそれがいいかどうかまた分かんないんですけど、なんかそうなっちゃいますね。超むずい。むずいかしいのは間違いないと思う。だからその難しいと思う。結局はなんか自分の感情っていうとかエネルギーのこう駆け口をやっぱみんな求めてるんですよ。ですね、やっぱ欲しいんですよね。なんか拠り所が欲しいんでしょうね。で昔はそれが宗教だったのが、今はなんか科学とか、なんか尊敬できる人とか、メンターとか、そういうことになっていくんでしょうね。まあちょっと長くなってきたんで、じゃあ次回この続きからまたやりましょう。はいはい、どうも。